はい、えー、と今度はですね、えーまあ、刃物をやっぱり使っていくとですねどっかでちょっとかけたりしますですんで、まあ、それをですね今まあねこういう黒板にありますように、まあ、こういう場所かけたりしますでこの時にですねどうすればいいか。ね これまずこのかけたところまでですね完全に削り落としてくださいねこのかけたところまでじゅっとでまあどのように削り落とすかねっえー、旋盤のですね砥石にですねえー、のみを刃物をですね、まあ、こういうふうに突っ立ててね で、こっち側へこうグーッとこう引っ張っていきますそしてこれこうどういうことかというとねここをこう削り落とすそんな感じになりますねはいでこのこのラインがねここのラインがまあ言うとここのラインになりますねこれセイムですねはい でその後ですね,ねあとここの部分をこう削り落としていくんですけど、まあ、この次はもうこういうふうにねこういうふうに削り取っていくんでこの部分この部分を研いでいくということになります。で、えーまあ、結局ですね、えーまあ、かけやすい。 角度であるんで、まあ、かけてしまうで、えー、前よりも少しですね、えー、角度が、まあ、例えばこっちが29.5度ぐらいやったんがこっち行くと、まあ、30度ぐらいにチェンジするということで、えー、まあその強い刃ができるということになっていきますんで、まあ、こういうふうなね順番で。 これステップ1で,でここをこう研いでいくのをステップ2形で、えー、新たな角度を作ってですね、えー、より強い刃っていうものをまあ作っていくということになります。